写真拡大。巨人の田口和人投手が27日に公開された球団公式インスタグラムで野球モノマネ第5弾を披露した。ジャイアンツ球場の室内練習場で撮影された動画に、シャープ田口和人プレゼンツモノマネクイズ第5弾と紹介。これまでは打者だったが、今回は投手。それも田口の利き腕とは違う右投手のようだ。左利き用のグラブを右に持ち替えて、セットポジションに入る前からのルーティンに特徴が現れている。開始5秒で分かったファンもおり、ジートーならばすぐにイメージがつく。最後はカメラに向かって飛び込んでくるような躍動感。果たして正解は、桜井俊樹さんです。闘志あふれるピッチングフォームと回答。ファンからは、最初の顔で分かった、うますぎる、激似などとコメントが寄せられている。野球が見られない今、 SNS を通じて選手がファンを楽しませている。巨人は Twitter や Instagram、YouTube で自主練習中の選手の様子を連日紹介。ハッシュタグには「isfans」と付けられ、ファンと時間の共有に努めている。フルカウント編集部